チャンネル登録者数とうとう1000人、たった2ヶ月で超えました。まだまだ釣り具屋さんにしかできない、動画配信していきますので、ぜひ登録まだの方 URL こちらクリックお願いします。ぜひお願いします。登録お願いします。登録を。はい、宮城県女川町、初めてちょっと今回釣りをしてみたいと思います。ちょっとね、慣れてない、初めてなんで、今日は女川ナンバーワンアングラー津田さんにちょっと登場してもらって、いろいろ教えてもらいたいと思うんですけど、大体何が釣れます？そうですね、この辺だとアイナメとかメバルとかですかね。はい、メバルとか。メバルやったらちょっと釣ったことあるんで、ええ、関西でも釣れるんで、それをちょっと狙ってみようかな。じゃあ釣れるかな？大丈夫です大丈夫大丈夫大丈夫です大丈夫です。根魚の種類が豊富ということで、結構こういうアイテムが根魚系が多いですね。やっぱりいけそうな気がしてきました。大丈夫です。でっかっ。ガルプよう釣れるから。おっしゃ。レッツゴー。おい、はい、来ました。今日はね、ちょっと出張なんで僕、スーツでそのままさせてもらってます。で、ちょっとこういうアズーロのパックロットで、ちょっとコンパクトに荷物もまとめてやりたいです。はい、はい、今回、出張で使ったアズーロショートパック、遠足とか、遠足じゃないな。もう一回行く。はい、今回使った、アズーロショートパック、まあ飛行機とか、電車とかサイクリングにも使える人気のロッドになっております。かわいいでしょ。ほら、まあ短いんですごい便利です。足がかわいい、足かわいい。すごい綺麗なポイントですね。女川はこういった漁港がたくさんあるので、釣り場としては結構ポイントの数は多いですね。お、はい、楽しみ。はい、所さん、これダサくないですか？いいですよこれ。はい、ライフジャケット大事なんで。はいはい、ライフジャケットしっかりつけましょうね。よし、はい、行くぞ、頑張ります。やりましょう。ちょっとも教えてください。はい、頑張りましょう。ちょっとね、昼間なんでダートで探ってます。これちょうどね、潮が今下げてきてるんで、ちょっとなんか渦巻いてるの。これやったら多分釣れます。ちょっとね、最新情報入ったんですけど、3月の昼間だけ女川はちょっと厳しいみたいですね、魚が。ちょっと非常に3月の昼間はやっぱりなかなか当たりのなくて厳しいですね。大丈夫です。釣れなくてもやっぱり景色がいいんで気持ちいいですよね。もうちょっとね、餌釣りにしますよ。かわいいでしょやっぱり。今日もあの子、あの子、これ牙見て、牙。あ、ちょっと焼きそばっぽくないこれ、やっぱり。なんかついてるかも。なんかついてる、なんかついてた、なんかついてたこれ。あー、かわいい。釣れましたよ。穴ハゼですね。穴ハゼ。はい、かわいい。釣れましたね。アナハゼ。かわいい。ちっちゃ。さようなら。ああ、戻っていった。ちょっと雨が降ってきたのと、電車とね、飛行機の関係でちょっと、そうですね、時間の方が、ちょっと時間がちょっと迫ってきたみたいで。
ちょっと1匹だけね、可愛いの釣りましたけど、もう少しやりたかったんですけどね。あの、オナガナンバーワンなんですけどね、ちょっと雨にはね、ちょっと時間が勝てなかったですね。ちょっと今日はこの辺で、はい、勘弁してもらえますかね。大丈夫です。はい、またリベンジしたいと思います、はい、そうですね、また暖かくなったら、はい、また来てください、はいはい、ぜひお願いします、ぜひお待ちしてますんで。はい、はい、大丈夫です。ちょっと帰る直前にめちゃくちゃヤバいの見つけましたよ、これ全部イワシ、全部イワシ、これあ、カワハギおった、イワシめちゃくちゃおる、イカみたいなのもおる、イカかなあれ。すげえ、あー見てください、これイワシを食べたサバが人間に取られてるっていうやつ。あー、イワシ食べられた、何これ。そろそろ神戸空港向かう時間がやってきました。ずんだシェイクいただきます。このミルクの甘みとずんだの美味しいです。今回網エビ工場を見学させてもらって、本当にあの漁師の皆さんとか工場の方とか、運搬してくれるトラックの方とか、皆さんのおかげで本当に網エビが関西に来てサビキ釣りを楽しめるということに改めて気づきました。本当にあの三陸の豊かな海と皆さんに感謝して釣りを楽しみたいと思います。本当にこれからもゴミを捨てないようにサビキ釣りなど楽しみます、これからは僕も、うん、吸う力が弱いんかな、これ。おいしい、なんか豆みたいな。大丈夫です。